嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もエルダースクロールズオンライン続きの方をやっていきましょう。今日からね、メインクエストの方、ね、預言者のクエストですよ、そちらの方全然手つかずなんで、手つかずっていうか、最初のね、なんだマニマルコが裏切るところをね、ビジョンで見せられるみたいなね、あれぐらいしか多分やってないと思うね、今日からね。続きの方、まあなんだったらこのクエストがこのエルダースクロールズのメインストーリーなんですからこれをやらずにどうするということでね、まあそちらの方を、まあある程度のところまで進ませてからコールドハーバー編をご紹介していくという形になると思います。というわけでね、早速行きましょうかね。ここはまあどこかというとね、そうです、ストーンフォール。だからライリーちゃんがね、あれですね、エボンハートパクトに正式に加担するようになった。まあ始まりの地といえば、まあブリークロックからね、バルホイエンに渡ってということなんですけれども、まあ、ここは言ってみればチュートリアルの、なんだろう、エリアというかね、まあ大体他の同盟にもそういうのを、ね、用意されてます。ケナー氏とかね、ケナーシーズルーストは、アルドメリ編の、まあ、チュートリアル島ですね。そして、この、ストルスエム海、ね。そして、ここの、ベトニック、ね。この二つが、ダガーホールの、まあ、チュートリアル島。という形になってますね。デーモンハードパクト編はね、この、ブリクロックから、バルゴイン。まあなのでね、同盟のメインストーリーというものがスタートするのは、行ってみたらストーンフォールと。行ってもいいんじゃないかなと、ね。で、その始まりの地とも行っていい。ここでね、あれだね、クラフトがどうだとかやってましたね。ダボンズワッチで。で、その傍らにある、ね、この避難所というところに、まあ、預言者が逃げ延びている。ここで、メインクエストの方を進めていくということにいたしましょう。今日ちょっとね、重くて、見ていただければ分かると思うんですけどね。ピングが、なんだ、高くて。ちょっと一回ちょっとね、なんかおかしいから。UI リロードさせて。
こうするとちょっと収まったりする、うん、植物から布を作れば軽装備を製作できます。緑地や草地で植物を探しましょう。なるほど、いたね。お久しぶりです、預言者。また会えてよかった。そして俺なりの方法でお前が見える。お前は時の傷だ。存在すべきでない現実の裂け目で長くは耐えられないものだ。なぜそんな謎めいたことを言うんだ。わかりやすく喋ってくれ。運命が語ることは謎めいている。お前の運命は昔から聖僧の書に書かれていた。選ばれし5人の運命と絡み合ってな。なるほど。ようやくコールドハーバーにいるリリス・ティタンボーンの居場所が判明したのだ。彼女は安全なのか。もうだいぶ経ったな、そういえば。ごめん、リリス。偉大なる惑わす者モラグバルにより、彼女は鋳造所で恐ろしい仕打ちを受けている。彼女の魂が危機に陥っている。助けに行け。もちろんそのつもりだ。俺が闇の領域へ通ずる門を開く。急がねばならん。門を開いてくれ。彼女をすぐ助けてくる。モラグバルの領域では注意して歩け。お前は重要だ。聖僧の書はお前の名を記している。分かった。コールドハーバーを脱出してからリリスに何があった。脱出のためにリリスが嘆きの監獄で俺の身代わりとなった後、デイダラが彼女を悲痛の鋳造所へ移した。そこは敵の武器を作るという終わりなき労働を強制される苦痛と絶望の場所だ。どうしてわかるんだ。監禁されている時、企みの神は何度も俺の意識に入ってきた。ひどく辛いものだった。だが無理やり入ってくることで、彼は迂闊にも自身の意識を俺に解放した。そのせいで自らの鎧に裂け目を作ったのだ。どういうことだ。彼と俺はつながっている。そのつながりのおかげで彼の目を通して見ることができるのだ。彼は俺の存在を感じ怒りに満ちている。お前がリリスを助けに鋳造所に入るときは彼の気を引いておく。その間お前のことには気づかないだろう。なるほど。危険ではないのか、ここは。彼の注意をそらさずにコールドハーバーに入るのはあまりにも危険すぎる。モラグバルの領域における彼の力は絶大だ。お前がコールドハーバーに入るときは常にこうして彼の気を引いておこう。なるほど。よし、行ってくるぞ。あ、また戻っちゃった。普通の鋳造所。コールドハーバーは牢獄の中に牢獄を重ねた土地で、囚人は皆支配の王の計画を実行して休むことなく働く。そんなところで働きたくない。これリリスなのかな。この右側にいる女性。働かされているんだね。何もしてないように見えるけど、ただ眺めてるだけで何もしてないように見えるけど。よし、邪魔もリリス。生きていたのね。あなたも生きていたんだね。本当にあんたなの？それともこれも罠？本当に私だ。預言者に頼まれてきた。それなら彼はまだ生きてるのね。生きてるよ。神よ、感謝します。でも待って、あんたはここにいちゃダメ。奴らに見つかる前に離れて。置いていくつもりはない。助けに来たんだ。あんたは分かってない。奴らは私に何かをした。離れられないの。どういうことだ。説明するのは難しい。私の記憶、感情がバラバラにされた。引き裂かれたの。その断片すべてが鋳造所のいろいろな場所に封印されてしまった。ではそれを取り戻そう。試したわ。デイドラはすべてを奪った。
私の自制心、勇気、自我、今の私は抜け殻よ。断片は私の一番の恐怖と苦痛の記憶を具現化してる。退治するなんてできない。罪なく弱腰だな。一緒に戦うんだ。やろう。最善を尽くすわ。案内を。らしくないね。これか。あの失われた魂は自分が人間だとほとんど気づいていない。衛兵はもう攻撃してはいない。この抜け殻たちのことだね。よし、チャンピオンポイントを得たラリちゃん強いぞ。おっと、そうだね、あれだ、あの説明しなきゃなんないことがちょっとありましたね。レベルが50になりましてね、ラリちゃんの、こちらにありますね。チャンピオン881となってますということなんで、チャンピオンポイントを振りました。まあ、これね、あの実はね、このメインクエスト取る前にちょっとコールドハーバー編の走りね、最初の走り出し、ちょっとね、あの動画撮ったんで、そちらでも説明してるんで、どうしようかなと思ったんですけど、時間軸的にはこちらを先に放送すると思うんで、ちょっとこっちの放送でのご紹介をしていかないとライちゃん急に強くなったなってなるんでね。まあチャンピオンポイントを振りましたよと、この感じ。まあいつも通りですね。ここちょっと変えましたね。75、完全チャージした重攻撃、あんまりライちゃん使わないと思うんで、ちょっと弱めにしてありますね。その分他に振ってあると。で、まあこの辺りあんまり他のキャラクターと変わりません。だいたい20とか10を目指すとですね。15、10、貫通が3500で、直接ダメージを 20% 低下させるアイアングラッド、これが一番重要だと思って、ここに強めに振ってあると。で、呪文耐性、ね、中層だから、こちらのね、フォーカス中装備、中層鎧、を、まあ、呪文耐性と同じくらい振ってますかね。で、あのね、あの基本的なダメージをね、10% 減少させるこの2つ。そして、回復能力を、回復能力というか、あの回復値、受けた回復に対する回復値の、ね、増加値。10% 上がると、クイック再生で残った数値をクリティカル耐性に振ると、まあよくある感じのチャンピオンポイントの振り方ですね。で、装備、基本的にはね、残忍なダイジャセットとオートマトンのカセットセットによって、まあ基本的な DPS と、リソースの維持を、まあ、強めに言える感じのセットにしてありますね。オートマトンの方がもう完全な DPS セット。で、ダイジャの方がリソースをある程度、維持させる能力と、ね、ご覧の通りの、まあ、試練セットならではのね、まあ、DPS の上がる、殺戮弱とかね。で、この、あの、クラグローンの試練のタイプは、ね、5セット目までちゃんとあるんですよ。武器ダメージ127。それに加えてのね、あの、特殊なセットがついてると。言うんでね、これ結構ありがたいんですよ。他の試練セットと比べたらちょっとね、能力値高いかもしれない。こんな感じでね。で、基本的な不自由は大体スタミナに克服してね、アクセサリーに関しては武器ダメージ。で、武器なんですけど、これ、聖者の隔離所っていうね、あの、ダウンロードコンテンツのね、クロックワークシティという、エリアである、レイド。まあ、ボスと戦うだけのレイドみたいなね、
まあだから12人のアリーナみたいな感じですよ。うん、まあそこで得られる武器、ね、そこの絵の報酬が武器なんで、ね、あの特殊なセットのついたね。貫通散布セット。弓矢散布でダメージを与えると6秒の間に行ったスナイプ、左打ち、毒の矢の直接ダメージから通常よりも 45% ダメージを追加すると。だ、弓矢散布、だから3の矢散布だね、今のラリちゃんの能力では。2の後に行った死の矢のダメージが 45%。で、毒の矢の最初の一発目のダメージが 45%。っていう感じですね。まあ、乱れ打ちっていうのはちょっと PVP 用のまあなんだろう、スキルだと思うんで、あんまり入れてないっす。で、こちら。が、混沌の旋風セット。これはね、完全な方の、もうちょっと、なんだろう、ちょっと特殊な勝ち方するとね、得られるタイプの方の、うん、まあ武器。これでもあれだったね、報酬、なんかの報酬でもらったやつなんだよな。自分でクリアしてって感じじゃなかったね。2セット揃えると旋風でダメージを与えると有効になっている、双斬切り裂く刃。刃のクロークの持続時間を12秒延長すると。これすごいよね。これだからね、敵が今いないけど、ちょっとね、ちょっと一回、ここに刃のクローク、死のクロークか。ここセットして、あ、これでも敵に与えないとダメだな。ちょっと敵出てきたら試しましょうか。子供の頃のどうした？スカイリームの家、両親の墓。母は出産の時に亡くなったわ。父は冷たかった。まあ、母の死で私を責めていたんだと思う。リリスの故郷なんだ。16の時に逃げ出して傭兵になったわ。それから父には一度も会うことがなかった。父は宿敵に殺されていた。父さん、パパ。なの向こう走っていっちゃったよ。血を流せ、怪物のように死ね。ラグジャーってやつが来たよ。リリース、あ、ちょうど多分戦えるわ。これ試そう。いくよ。双斬で死のクローク使ってからの旋風、これ分かったかな。あ、ちょタゲットずれちゃった。タゲットずれちゃった。無駄なことはやめるんだな。あの敵のね、あ、死んじゃった。敵のまあちょっと一時ね、ちょっと戻して見てほしいんだけど、あ、まあ編集してどうなったか見せるけど、敵のデバフのところにね、あの双斬の、あと何秒双斬効きますよみたいな表示出たと思うんですけど、あれがだいぶ伸びたと思うんですよ、旋風使った後。で、死のクロークも。多分20秒ぐらいに伸びているはずです。グジャルダー。グジャルダーっていうのがお父さんなんだね。グジャルダーティターン。誰だ？なぜリリスが一緒に歩いている？リリスを助けに来たんです。あなたは何者ですか？グジャルダー。生前リリスの父親だったものだ。俺の魂は安息から引き離され、こんなひどい場所に連れてこられた。デイドラによって自分の死を何度も何度も体験させられる。この拷問は決して終わらないと思っていた。ヤズラはリリスをコールドハーバーに縛るためあなたを利用している。わからない。リリスの魂は自由だった。なぜ俺の存在が彼女をここに縛る？彼女はお前の死のことで自分を責めている。リリス、我が子なのか？あんたはいつも冷たく、とても距離を置いていた。母は私を産むために死んだ。私のせいで、私は生まれてくるべきじゃなかった。俺を見ろ、リリス。巨人の血が流れている。お前の母はノルドだ。俺は安全も考えずに彼女に種を託した。それが死因だ。お前ではない。俺の責任だ。責めてると思ってた。私を見ることもなかったから。パパ、わからないのか？お前は彼女に似すぎていた。俺はあの子を、お前を愛していたんだ。俺自身よりもな。過去は変えられないし、しがみつくべきでもない。そんな感情にとらわれることはない。さあ行け、
俺ももう行く。私も愛してるわ、パパ。もう休んで、安らかに。父は言ったわ。ここから出ましょう。ここから出よう。お父さんは巨人族の血を引いている。まあ、見た感じだとそんな巨人。この場所はここで労働する者の苦しみを一層ひどくするために建てられた絶望の迷宮ね。そんな感じだね。まあ、だからお父さんもノルドとね、あの巨人の合いの子みたいな感じなんだろうね。ここは何かの試練みたいだと思わない？デイドラがなぜ今この時を選ぶのかわからないわ。そうだね。これは何？帝国の小型ロッカー。いるぞ何かが。すべて手に入れたのか？そうだ、全部野営地周囲のトランクに隠してやった。指揮官は彼女に50周走らせるだろうな。あいつが50回鞭で撃たれることを祈ろう。では戻ろう。自然に振る舞うんだぞ。帝国人か、奴ら。彼女は一人だ。地獄のような悪夢の中、一人ぼっちだ。見つかったか。デイドラがやっぱり。これを手に入れて。リリスの鎧を探す完了。何か見つけた？この鎧はリリスのものだと思うよ。信じられない。この鎧は私自身、私そのもの。鎧のない戦士なんて爪のないクマと同じ。よし、じゃあ来てくれ。見てる。脱がないんだ。いいじゃない、準備はいいわ。そうか。やば、かっこいいな。本人が着ると全然違う。あとは斧だけだな。あ、これ一応ダメージ受ける。一応ダメージ受ける。なんなのあいつ。システム攻撃してくる。足元に気をつけて。採掘でトンネルが不安定よ。なるほど。痛い。あ、そういうことか。ちょっと見てて。アイリス先行っちゃわないで。あーもうあいつを当てるつもりでいたのに。よし。危なさるんかよ。危なさる、この裏切り者。ここに出てくると予想しておくべきだった。愚かなことはするな。私は助けようとしたんだぞ。貴様は剣王に毒されている。戦士は鋼、怒りで我を失えば自分の価値も失うぞ。助ける？私たちを裏切ってすぐにマニマルコのブーツを舐めに戻ったくせに。すべきことをしたまでだ。そして貴様に善意の贈り物があるが注意しろ。コールドハーバーは簡単に諦めない。あれはショールの骨にかけて、あれは私の両手王のよ。これか。おっと、古代のクランフィア。
よし、両手王のつかめリリス。戻ってきて嬉しいわ。デイドラの血に飢えてるでしょ。よし、行こう。次は私の斧、戻ってよかった。これは私の一部なの。これがないのは腕がなくなるのと同じよ。なるほど。なぜサルンはお前を助けようとしたんだ。わからない。彼は信用してないし、これからもしない。でも変ね、彼と会った時、言いようのない憎しみを感じた。素手で締め殺していたかもしれない。でも今は彼は正しかったと思う。私は憎しみに支配されていた。なるほどね。それはあれだ、デイトラたちの仕業だと。今の気分はどうだ。いい感じ。力もほとんど戻った。変じゃないわね。変じゃないよ。羽なしのウマリルと戦えるくらいの力を感じてる。羽なしのウマリルが何か分かんないけど。また戦士の感覚を取り戻したわ。次は何だ。まだ終わってない。前へ進み続けましょう。岩で道が塞がれてる。でも斧を取り戻した今なら壊せるかもしれない。やってみよう。よし、その斧の力を見せてくれ。小石の山なんかに今の私は止められないわ。斧使わないかい。素手かよ。斧の力を取り戻したんだから斧を使いなさい。まあいいか。力強いってことは間違いねえ。デイドラの野獣は数え切れず、時間は少ししかない。先に進みましょう。そうだ、帰ってなかったね。あ、そうだ、もうちょっと待ってて、もうちょっとどういう変化があるのか見せとこう。ね、ご覧の通り、今ここにね、シノクログ9秒になってますね、今ね。これが旋風ね、15秒になりましたね、今ね。で、敵のバフにちょっと注目しておいてください、ね。相談当ててからの旋風で、ね、14秒は、まあ、もうちょっとあるでしょうね。はい。はい、あ、もうちょっと。強い。強いのも問題。まあ、相談自体が、9秒の技なんですよね。まあ、それに12秒ですか。21秒ほどかかると。18秒になってるね、今ね、うん。というわけで延長されてるというのが分かると思います。つまりね、まあ、9秒で1万1000ですから、ね、2万ちょいぐらいの。まあダメージをね、20何秒間で与えるということになりますね。素晴らしい。だから一回ね、なんだろう。例えば、相残をね、更新させるためにね、一回打って、っていうことを一回やらなくていったから、その分、まあ、死の矢連発にね、ちょっと使っててもいいっていう感じ。だからそういった面で多分 DPS 伸びる。まあ、まだ測ってないんですけど、あんまりね、この装備をしっかり使ってきてないというか、ちょっとお試しもあって使っている感じです。いずれね、まあ、ラリちゃんのビルドの紹介なんか他の動画でします。まあ、その時にね、この装備がどんな感じなのかっていうのをね、皆さんにちょっとご紹介できたらいいなと。どうした。あの音は。ん、いえ、そんなはずないわ。どうした。誰かが捕まってるぞ。サイ、一体何が。サイサハン、何をされたの。リリス、リリス、見えるぞ。本当にそこにいるのか。サイ、私よ。あんたの幻を見ているの。
どこにいるかわかる？いや、わからん。拷問を受けている。奴らは王者のアミュレットを欲している。隠し場所を吐かせたいようだ。だが口は割っていない。まだな。サイ、待っていて。あんたを見つけ出す。必ず必ずあんたを見つける。どうにかしてあんたを助け出してみせる。サイ、サイ、いや、彼を戻して。このアーティファクトか、どっかに囚われているね。罠じゃない。あれはサイサハーンよ。大丈夫か。サイは私の友人よ。多分一番のね。彼を探してここから脱出させないと。捕らえられている場所を特定する方法があるぞ。預言者にこのことを伝えないと。そうだね。彼ならどうすべきかわかるわ。でもまずはここを出る方法を探しましょう。奴らが何をしてこようともう関係ない。何があってもサイを助けるのよ。了解、わかった。サイ、行こう。これか。敵が混じってるな。もう一人いたか。いた。よいしょ。もういないな。よし。戦慄の律。どうもラグバル。何かがおかしい。疑惑、恐怖、孤独、すべて戻ってきた。私はこれを乗り越えないと。行きましょう。行こう。というわけで戻そうか、スキル。なんか一個外しちゃったぞ。これ何やった？扇風か。今ね、スキルちょっとめちゃくちゃに入ってますよ。なぜならですね、このね、クラススキルをちょっとね、50まで曲げるためにね、バランスよく入れてる、ね、竜族の力の、なんだっけ、これ。ドラゴンの跳躍。で、大いなる大地の火星の武器。で、ね、熾烈なる炎の読者スピース。で、反対側はもう。反対側にはね、大いなる大地の力入ってないんだけども、こちらにはね、竜族の、じゃない、熾烈なる炎の毒の爪、そしてね、表でも同じ、ドラゴンの跳躍をアルティメットに入れておけば、ね、竜族の力が育つよ。まあ、だからあんまりこっちで経験値を得たくない。できれば弓の方で、ちょっとバランスよく入ってくる。って感じで、まあんまりなかったね。爪、すべての恐怖の源よ。私に囁いているのが聞こえる。バカにするな。よいしょ。ああ、よいしょ。よいしょ。オッケー。やった。あの声、ささやきが消えた。消えた。ずっと自分を遠くから見ているようだった。つながっていない感じがした。今はこの数年間で一番いい気持ち。生まれ変わったみたいに。ありがとう。あんた、ここを出ましょう。サイを救出しないと。そして世界を救うのよ。そうだね、行こう。預言者が待っている。敵の追っ手から攻撃を受けずに避け続けることができれば、扉を通って逃げられるかもしれません。これだからあれだね、
泥棒をしている時に見張りに見つかった時にね、うまく逃げれば。リリス、大丈夫か？大丈夫。面影は私をデイドラから解放してくれた。お前が失われたら全てが混沌に陥っただろう。二度と捕まらない。少なくとも生きてる間はね。マニマルコが再査犯を捕らえた。王者のアミレットの隠し場所を知るために拷問されてる。助けに行かないと。リリスを連れ戻してくれたか。彼女の様子を見るに無事なようだな。うん、でも彼女は苦しんでいた。休養が必要だぞ。それに彼女には休息が必要。うん、そうだな。あんな場所で傷を負わない者などいない。うん、心にね。再査犯の原因が現れて彼と話した。彼はなんと、サイが捕らえられている場所を話していたか。彼にはわからないようだ。マルマルコが王者のアミレットを求めて彼を拷問している。ではマニマルコがアミレットの隠し場所を聞き出す前に居場所を突き止めねばなるまい。うん、王者のアミレットはどんな恩恵をもたらすんだ。お前が俺の原始で見た通り、アミレットの御用によりタムリエルをオブリビオンの力から守る障壁に穴が開いた。うん、それを元に戻さなければならない。なるほど。そこでアミレットが鍵となる。だがアミレットを見つけるにはまず再査犯を探さねばならん。そうだね。何かできることはあるか。今は瞑想に入らせてくれないか。再査犯の居場所を特定しなければならない。それまで不価値の存在を受け入れろ。水は自身が川であることを知ることはできん。しかしそれでも川は流れるのだ。うん、最後に一点。なぜモラグバルはリリスの脱出の可能性を残した。単なる傲慢か、壮大な計画の一部か。デイドラ公の論理が誰に分かろう。そりゃそうだ。時が来たら再びお前を呼ぶ。また会おう、面影よ。また会おう。うん、スキルポイント一つ獲得。というわけでね、今日はここまでにして次回続きの方をやっていきます。ソウルマジックが2に上昇。ああ、そういうことなんだ。これ多分このメインストーリーやっていくと、これね、ソウルマジックのランクが上がっていくんだろうね。なるほどね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。続きの方ね、あんまり間の開かないうちにやりますんで、よろしければそちらのご視聴もお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさんならお疲れ様です。The beauty of dawn.
strong, but faith will guide our swords. Loyal hearts will stand as one and fight with shields of hope. Pride feels the deadly fire that devours our tower of gold. The drums of war will rend and roar till the sun burns bright once more. Beauty of dawn.